ワールドスーパーライブ完全保存版伝説のギタリスト始まりました。今夜も弾いて語っていただきます。お二人をご紹介しましょう。チャーさんです。よろしくお願いします。野村芳生さんです、はい、お願いします。よろしくお願いします。さあ今夜はですね、名バンドを支えたギタリストたちということなんですが、はいはい、まあ、バンドとギタリストっていうのはこうどういう関係と考えたらいいですか。まあ、やっぱりバンドイコールやっぱり花形はギターなわけですよ。もちろんそれ以外にもドラムスであるとか、はい、ベース、キーボード、もちろんホーンが入ってたり、はい、いろんなバンドありますけども、うん、要するにそのギターの人の性格とか、うん、もしくはその人が作るサウンド、もしくは作曲能力でそのバンドが決まるって言ってもいいほど、やっぱりギタリストっていうのはこのバンドの中心にあって、じゃあ今日はですね、まずは誰もが認める名バンドクイーンから紹介していこうと思うんですけれども、はい、クイーンと言いますと、やっぱりクイーンの中でのそのブライアン・メイの魅力というと、うん、今までそれまでのロックバンドは絶対にギタリストが、うん、ギターで出てきたのに、うん、ブライアン・メイの場合はギターになったんですよ。っていうのは、やっぱりサウンドが違うんだね、うん、違う音の作り方が。ブライアン・メイはもうギターまで作っちゃうタイプ。自分が求める音を探し求めるために、うん、もう規制にあるものじゃなくて、うん、オリジナルの自分までこう作ってしまうような、うん、だから見た目と違ってボディの木が家にあった暖炉の100年ものの木を、そうなの、うん、乾燥してるからそれを使ってとかって、うん、これは実はそのブライアン・メイのモデルなんですけれども、うん、だから僕も最初にクイーン聞いた時に、はい、これ今まで聞いたギターの音じゃない、ギターじゃないかもな、うん、とまで、最初のアルバムの裏にはあのノーシンセサイザー、うん、要するにそういうコンピューターとかそういう機械ものは使ってないよ。へー、あのそれでまた2008年にはボーカルにあのポール・ロジャースが、はいはいはい、あの参加しましたけれども、クイーンというと、まあ、もちろんブライアン・メイギタリストもすごいんですけど、やっぱりボーカリストのフレディが中心な、やっぱり歌物のバンドっていうのがあって、だからフレディが亡くなった後は、まあ、自然的にクイーンはもうできないと思ってたんですけど、うん、でちょっとミスマッチだと僕は思ったんですよ、はい、っていうのはポール・ロジャースはどっちかというとやっぱりブルージーな歌を歌うのが得意な、しゃがれたすごい声で、そのフレディ・マーキューとはね、うん、どっちかというと対照的なボーカリストだったんですけど、うん、これが意外とやってみたら、うん、いい感じびっくりしちゃったんですよ、うん、じゃあ早速ライブをご覧いただきましょう、はい、クイーンの2008年に行われたライブをご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。素敵いいじゃないですか。なんかね、クイーンって、まあ、ポール・ロジャースが入ってるクイーンもそうですけども、はい、なんかね、あれ広いところが似合う、うん、場所がということですか、うんうんうん、すごい遠くから見てもなんか入れたちが、ブライアンってそうだよね。そう、すっごいそう、なんかすごい遠くから見ても、まあ、それぞれのメンバーもそういうふうにね、うん、どこにいるっていうのも分かりやすいし、うん、あとブライアン・メイはピックを使わない、うん、そうなんですか。例えばチャーさん持ってますよね、これピック、この、はい、このギターを弾くためのピックってあるじゃないですか、はい、ブライアン・メイはね、コインを使って弾いてたんですよ。なんでですか。なんでか分かんない、6ペンスかなんかのコインを、はい、しかも古いの使って、今はね、5000、6ペンスじゃないからね、うん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 、もうだから例えばこう、今僕100円ですけど、はい、6ペンスじゃないです、100円、こういうのでこうやってギターを弾いてる、こうやって、ちょっとやらしてみて。あ、なんか子供の頃ね、ふざけてやったことあると思う、うん、弾きづらあ、でもなんかそういうそこにも音のこだわりみたいなものがあったんでしょうね、うん、あの金属と金属だからやっぱりちょっと範囲、うん、範囲の部分が出たりとかするだろうから。さすがの野村君もなぜそれだったか知らないと、それだったか分かんないんですよ、うん、あのまあ、ボーカルと言いますとね、はい、やはりフレディ・マーキュリーの存在も忘れられないと思うんですけれども、それまでこうロックイコール挑発みたいな部分で始まってるじゃないですか、うん、でもちろんフレディもそうだったんですけど、うん、なんかすげえある時さっぱりしちゃって、うん、でロックイコールジーンズフレアみたいだったのが、うん、そうじゃなくてスパッツっていうか、あ、なんかびっとりタイツになったり、うん、だからすごくなんか今まであったイメージみたいなものを、音楽もそうですけどファッションも変えたかなと、うん、
でもやっぱ歌はうまいし、パンチあるし、上も伸びてるし、で下の方も出るし、あ、音域が広い、本当に素晴らしいボーカル、独特の声ですね、これで。